はい、おはようございます。5月25日の相場解説になります。週が変わりましたんでね、ウィークリーから見ていきましょう。ちょっと横長になってますけども、懐かしいところをねちょっと押さえていきますよ。まずはこちらでしょ、でヒゲ先でしょ、でこちらと、で、実体ということを横で結ぶとこういうのができますよね。もうずっと私これ見てましたんで、なんか懐かしい思い出もありますね。確かここなんですよ。すごい動きをしたでしょ。ここで400万ぐらい私一発で取りましたからね。これは、ね、偶然ですけども、いくらエントリーしても反応がなかったんで、何回も何回も押したんですけども、そうするとですね、やっぱり急激な値動きにより受付がちょっとこうトラブってて、結局ですね、何回もエントリーしたやつが全部決済通っていて、すべてね売りで通ってたんですよ。まあ、ですんで大きな売りの流れを偶然にも取ることができて、大きな利益を確保することができたということなんですけどもね。懐かしいですね。こんな懐かしい話してもしょうがないんですけども、この図で言えるのは、この下の線に当たると上がるってことなんですよね。こういうふうにね。こういうふうにね。うん、でこういう特徴が捉えられるのが、こういうふうなね、長期の波で見れるところでございます。で、次はデイリー見ていきます。一日足なんですけども、これがね、何を見るかっていうと、下がってきたのが上がってきたっていうところを見るわけなんですよ。これですよね。まあ、横ばいに入るかなと思ったんですけども、上の方に行ってますよね。で、上目線ということが確認できて、次4時間なんですけども、4時間もまあ上目線入りましたね、こういうふうにね。で、こっからちょっと横ばいっぽい、動きをしています。まあ、こっからね、上から下に抑えられてる感じですけどもね。まあ、横ばいの方に、まあ、向かうかな。でもやっぱり若干上目線というふうな捉え方が4時間です。で、1時間を見てみますね。1時間はどういうふうになってるかっていうと、まあ上目線ではあるんですけども、こういうふうに当たってね、あとはね、どっから線引こうかなって悩むんですけども、こうでもないですしね、ちょっとまあ引きにくいかなと思います。ただ全体的にこの辺から見ると上の方に上がってるんではないかなって感じますから、まあ買いの方でね、ちょっと意識して今週は見ていこうかと思います。まあ今日言えるのはこのぐらいですね。ちょっと短いんですけども、わからないところを無理やりね、理屈づけない方がいいと思うんですよ。妙な先入観ついちゃいますんで。本当に、月曜日はね、このぐらいの軽い気持ちで入っていって、あとはね、何回か相場の方を見に来て、だん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 、こう、見方を固めていくって感じですよね。先週の金曜日とか、それから木曜日と、まあ、随分ね、週が明けてみて、土日を通してみると、考えも整理されてきて、見え方が全く違うってこともありますんで、やっぱりその辺もね、加味して、ちょっと冷静になるってことが必要なんですよ。例えばね、これ、W が右辺が強いみたいに見る人もいるわけなんですよ、これね。で、W にならなかったと。で、こういうふうに見ると。なんだこれはみたいなね。逆三存じゃないかって思うわけなんですけども、これはね、逆三存にもならないんですよね。もう、全然形壊れちゃってますんで、そうではないってことなんですよ。それからここをね、ダブルボトムに見る方もいると思います。全く当たらないんですよ、ダブルボトムにはね。ダブルボトムなら、やっぱり安値圏って言いますかね。ここで見れるんだったら、こういうところがダブルボトムっていうふうに見るんならまだしもなんですよ。そうしたらその後グッと上がるでしょ。だからこれね、安値圏でも何でもないところなんですよね、これは。まあ、どこまでを見て安値圏って判断するかっていうことなんですけども、まあ、こうしてみるとね、安値圏ではないですよね。ただ、この辺しか見えてない方っていうのは安値圏だって判断しちゃいます。ということで、様々ね、本当に気分次第で見え方違いますんで、慎重に慎重にその辺洗っていきましょう。まあ、今朝はこのぐらいですね。